皆さんこんにちは、大ちゃん先生です。今日はですね、この隣にめっちゃかっこいいハンサム先生、仲良し先生と、どなたでしょうかこの人は、中谷義文先生と、仲良しですね、仲良し先生ですね、はい、で、この方はですね、かつてというか今現在もそうなんですが、タイガーマスクがランドセルをこういろんなところに寄付したっていう、あのタイガーマスク、はい、ご本人なんですね。今日はたまたま田島と横島、はい、横島ですね、見ちゃってなんか面白いんですけども、はい、で中谷先生がね、私すごくこう感動したのがこちらの本、ビル・ゲイツですねの幸せになる質問っていう本出されてるんですけども、去年出されたんですが、小話がいっぱい載ってるんですけども、はい、すごくこういろいろ社会貢献、はい、社会貢献活動家として今ですね、させていただいてますね。ね、でランドセルだけじゃなくて、この難病の子どもたちとか大変な子どもたちをですね、こう楽しいプロ野球選手に会わせるとか、ディズニーランド連れていくとか、そういう活動もされてるみたいですね。はい、そうなんですね。もう25年ぐらい、そんなに長く、コツコツとね、地道にやってきてるので、はい。まあ見事ですよね。で、すごくこう活力、エネルギー高くて、もう空気感がね、めちゃめちゃ緻密で、でね、その先生のその思い入れっていうのは、はい、なんでこうバリ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 動けるんですか。そうですね。私がもともと大学出た後に中学校の、学校の方の教師で赴任した先がですね、そうなんですよ、赴任先に私のクラスにですね、まあ、筋ジストロフィーっていう病気の、子供を、まあ、生徒がいまして、まあ、その子の夢が一つは弁護士になること、もう一つがディズニーランドに行きたいっていう夢があったんですけど、まあ、中学2年生の時にですね、まあ、病気が発病して亡くなったっていうのがあって、まあ元は熱血教師としてはですね、もうすごいそれがもう悔しくてしょうがなかったんですけど、まあ、その思いがずっとあって今にこう至ってるんですけども、はい、じゃあその男の子どうにかっていうね、はい、そうですね、なんとかその連れて行きたかったんですけど、行ける段階目になったのに結局今、はい、病気がね、やっぱ発病したっていうのもあって、はい、行けなかった思いがですね、ずっと自分の中ではもうなかなか消化経営しなくてですね、まあ、その思いから、まあ、今の活動につながってるんですけども、本当にね、活力高く行動されてる根底にね、はい、その、はい、男の子の思いがあってなんですね、はい、そうですね、本当にこうお人がこう亡くなると後に残された方々のねメッセージって大きいですよね。大きいですね、本当に起爆剤になりますよね。なってます、本当にね、いいことですね、ね、本当にそれでね、いろんな個人だったりにねこうランドセルを配りまくると、はい、そうですね、まあ、コツコツ最初本当一つ、うん、まあ、ディズニーランドのその開園の1時間前に、うん、そういう車椅子の子たちが中に入れるんですけども、うん、まあ、その時たまたま、まあ、まあ、ランドセルをもらえないっていう、うん、子供がいて、まあ、幼稚園の子だったんですけど、はい、小学校上がるのにもらえないっていうのがあって、うん、たまたまじゃあ僕が1個あげたのがきっかけから、そうなんです、そうなんです、そっからもう地道にコツコツやってまして、まあ、児童施設なんかに配り始めたのはもう20年前ぐらいからなんですけど、まあ、本当にそういうランドセルがもらえないっていう子どもたちがね、いるっていうことを知らなくて、で知ってからはなんかね、できることがないかなということで、まあ、一個一個ですね、届ける活動に広がっていって、素晴らしいですね、はい、私も若かりし頃に新聞でまたタイガーマスクランドセル配布みたいな新聞で読んでて、はいはいはい、すごい人いるんだなと思ったんですけど、まさかね、はい、いやもう、まあ、私だけではないですけど、たくさんの方々もね、それに本当に広がってくれて、まあ、これ本当にいい意味で全国に広がってくれたら、まあ、助かる子どもたちが増えるんじゃないかなっていうことで、まあ、タイガーマスク運動っていう名前になりましてですね、はい、ありがとうございます、ね、あとね、この中谷さんは、まあ、私も倫理法人会入ってるんですけども、倫理法人会の清井町というね、この二の谷になる、はい、そうですね、中心の中心の場所、まあ、千代田区の、ね、ちょっと研究所が、倫理研究所があるんですけど、うん、まあ、そこちょうど二の谷 の、 敷地のところで、まあ、そこでずっと、まあ、3年ぐらい会長して、まあ、今ももちろん二の谷のでやってるんですけども、そちらの方の活動も、ね、まあ、勉強ということでさせていただいてますね、うん、素晴らしいね、いろいろ多方面で活躍してそうですね、まあ、いろいろと、はい、うん、
できることをコツコツとやっておりますけどね、うんうん、素晴らしいことですよね。でなんかちょっと読ませてもらったら、ずっとバスケットをやってらっしゃる。そうなんですよ、あの小学校から中学高校大学 も社会人になってからもずっとバスケットボールやってて、でまあバスケットボールはまあ自分がまあプレイヤーとしてもやってきたんですけど、あのそれをまあ子どもたちをまあ教えたいなと思って、それでまあ一旦学校の教師を辞めた後にちょっとアメリカの方に行って、でマイケル・ジョーダンっていうね、すごいバスケットの神様の 方にバスケットをしてもらいたいなと思って、はい、何回もアプローチするんですけど、ずっと断り続けて、はいはいはい、なんと18、19回目に OK いただいて、すごいすね、直接教えていただいたことが、はい、ことがあって、まあそれをでもこれだけのね、たくさんノートをあの持ってるんですけど、まあ、それを教団とのやり取りをしてもらったことなんかをあのそれで今もね、あの子供たちに、まあ教えれることがあれば少しずつ教えてるような感じなんですけどね。素晴らしいですね、はい。その仕事だったりバスケだったりいろんなもん多分野渡ってるんですけど、はい、なんでこういろんなことを成し遂げられたりとか、うん、集中の高さってどういうふうにしてるんですかね。そうですね、私の場合ちょっと逆算で先にこうなんか世の中にあのためになることを先に設定して、そしてあのその後に逆算してですね、どういうふうに、仕事プログラム、まあ、プロジェクトを作っていくかっていうことを逆算して考えるので、あの先にこっちであのやることを決めて、そこからあのどういうふうにするとあのうまくいくのかなっていうことをですね考えていって、まあ、それのためにはまあこう何で何月何日何時何分何秒までの設定をしてるっていう何秒はい、あの、まあ、もちろんそれでうまくもちろんねその期日通りいかないことも多々あるんですけども、でもそういう目標を一旦持っておくと意外とねあの、うん、自分自身もそうなんですけど、周りの、ね、方が最初はホラ吹きって言われますけど言われるんですけど、でもあのそれが叶ったらですね、はい、あの周りの人が協力者に変わってくるっていう現象があって、だからやっぱりこう人前でコミットメントするってことがすごい大事だなと思ってて、 あとはまあその目標設定したものを書いて貼って、うん、毎朝大きな声で、まあ、自分に言うっていうかですね、あのこうしたいんだっていうことを伝えることをしていくと結構叶ってきたんですけども、素晴らしいですね。でだんだんそれがあの意識的やってきたことがだんだんと無意識で今度だんだんできるように習慣化してきたかなっていう感じではあると思うんですけどね。やはりビジョンを持ってこういう世界を作りたいと、はい、そうですね、そこに向かって、はい、何秒まで設定して、そうですね、イメージもしてですね、で朝それをアファメーションして、アファメーションしたりして、まあ本当にあのそうですね、あの人間イメージしたことが結構それイメージしたことができるように多分なると思うので、やっぱりしっかりした鮮明なイメージを作るっていうのは大事だと思いますね。そうですね、で子どもたちにもやっぱそういうイメージしてもらって、やっぱ自分のね目標をどんどんクリアしてもらえればそれが自信につながってきますよね、達成すると。そうですよね、その集中でこう目標達成させるっていうところで、うん、私もこの本の中ですごくこうびっくりしたのが、はい、44ページにある、ね、はい、のちょっと出かけしますね、はい、そうですねキリストはたった3年で世界を変えたというところのページがあるんですけど、これ読んですごいたった 2ページの間にものすごく衝撃的な内容で、すごいですよ ね、 あのご紹介いただけると、これはね本当私も衝撃的だったんですけど、まあキリストがですね、たった3年っていうのを多分ほとんどの方が、まあ、知らないかと思うんですよ。知らなかったです。で、あの多分まあもちろんそのね、あのお弟子さんというか、あのまあ、キリスト教の、まあ、これをね、教えをずっと広げた方々が、まあ、世界全世界にね、広げていって、日本にもね、あの伝えてらっしゃったと思うんですけど、あのやっぱり思いっていうのを、やはり自分だけじゃなくて、やっぱりまあよくね、自分の一番信頼できる方一人、まあ、もう一人、もう二人とかってか、どん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 広げていくうちに、いつの間にかね、まあ、ここまで広がるかどうか分かりませんけども、思いっていうのがやっぱ広がるんだなっていうことを、これは本当に、もう実践して見させていただいていますよね、このキリスト教の。そうですね。なんかね、たった3年、30歳の時にね、キリスト教を伝えようって思って、ね、はい、3年後、33歳だったんですね、はい、すごいそれも知らなくて33歳で貼り付けになるこの3年間で布教した内容がね、はい、お弟子さんに伝わってすごいですよね、本当その思いをやっぱりね、お弟子さんたちがずっと今もこうね、何代形ですごい広げてくれてるっていうのが、うん、そうですよね、まあ、一番ね、日本でも、うん、あの大きな、うん、あの教えになってます
ますので、うんですよね、これはちょっとね、まあ、聖書はねどこ行っても世界で一番売れてる本って言われてますから、うん、まあ、それぐらい広がりをされてるキリストはすごいですよ ね、すごいですね。それでね、2500以上の言語に翻訳されてるっていうね、20億人っていうのがすごいことですよね。すごいですね。ね、だから誰でもがちゃんと読めるあの言語にしてやるっていうところが、あ、まあ、一番こう広がったものになってると思うんですけども、うん、ね、その思いとか意識の高さで無限に広がるじゃないですけどね、ずっとイエスが亡くなった後も2000年もねこう続いてるっていうのがすごいことですよね。すごいです、これは本当に、本当にやっぱり思いはやっぱりね、私たちも何か思ってこれは絶対伝えたいってことがあれば、やっぱりこうね、私が亡くなってね2000後にもね残ってればすごいことです。まさにその通りですよね。もうそういうミッションを意図したいですよね、そういう、ああいう人がいたよねみたいなね、自分たちが死んだ後も、ね、なんかかつて2020年頃に活躍した仲良し先生って人がねみたいな、なんかいたよみたいな形で ね、そうですよね。はい、でその部分を私もこう読ませてもらいながら、はい、もう量子力学側でどん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 こう つながってきて、あ、そうですよね、その時間、そうそう、意識と時間で、時間は意識によってずれ、いや、時間は意識によってずれるっていうところからすごく伝えたいところがあって、でちょっとね、いつものパワーポイントでお話しさせてもらいますね、はいはい、ぜひお願いします。はい、はい、ですね、今のお話なんですが、この時間と量子力学っていうところなんですけども、イエス・キリストがたった3年で2000年も続いちゃったというところですね。ね、で実はですね、浦島太郎効果っていうのが物理で言われてるんですけど、はい、なんかおとぎ話のような感じがするんですけども、実際に時間はずれると、ずれると、はい、浦島太郎効果っていうのがあるんですが、光に近い速さでロケットがですね、はい、地球からビュンビュンビュンってこう飛んで帰ってきた、はい、た時にこの時地球で4時間かかった飛行時間が、ロケットの中の宇宙飛行士さんって時計が1時間しか進んでないみたいに時間がずれるんですね。ずれるんですね。ということが起こって、これはなんとアインシュタインの特殊相対性理論っていうのがあって、ちゃんと式があるんですよ。時間外れの式があって、で例えば光の 90% で移動すると時間が0.44 ってこうずれるんですけど、つまり地球上で100時間だとロケットの中で44時間ってこう時間が詰まるっていうのがあって、時間が縮みますと、時間がずれちゃう。はい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 。でアインシュタインもですね、過去現在未来の区別が永続的な幻想、幻で、過去現在未来って幻ですよって言ってて、現実なんてもう幻なんだけど、とってもこう続いてるように見えちゃってるという表現をしてですね、時間ももう幻みたいなことを言ってるんですね。IKKO さんみたいですね、幻あですよね。時間はすごい速さで動くとですね、ずれると。で時間がずれる要素っていうのが、この速さだけじゃなくてもう一個あってですね、これ皆さん体験してるものなんですけども、時間がずれる要素って何かっていうと、時間は速さでずれるのと、もう一個はですね、意識でずれるんですね。意識でずれるんですね。でこれどういうこと起こってるかっていうと、例えばね、バスケの試合中とか、ゲームするときとか、勉強するときとか、すっごい集中してると、あれもこんな時間みたいになりますよね。その時っていうのは、意識時間で、この中谷先生の中の時間がですね、縮んでると、時間を縮めちゃってると、はいはい、で逆にこうなんかダラ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 マンネリ化しててね、嫌だなと思ってると時間がなんかすっごい時計が遅いみたいなたったまだ5分しか経ってない ねありますよね。もう20分ぐらい経っただろうと思って時計見てもまだ5分しか経ってない。その時にはこの自分、地球の5分を自分が20分にこう伸ばしちゃってるんですね。20分ぐらい経っただろうと思って時計見たらまだ5分だったみたいな、はい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 、いう風に意識によって時間ってこう伸び縮みしますと。で普通の地球上って6時、7時、8時、9時ってこう等間隔なんですけど、はい、うん、例えばこれ小学生のね、朝学校用意して急いで準備しますと、はいはい、で集中集中で授業中なんかやることないな、暇だなと思うと時間がこう伸びちゃう、で給食とかお昼休みあっという間に終わっちゃうと、はい、でまた午後の時間がちょっと長いなみたいな、で学校帰りね、もうワクワク楽しく帰るとあっという間に時間終わっちゃうみたいな、なんか感覚ありますよね。ありますね、本当。っていうのがこの時間って意識によっても
ずれると。うーん、で、時間が伸び縮みするんですけども、はい、このすごく集中している意識が高い、つまり自分が、今日ちょっと説明しないんですけど、自分がバイオフォトンっていう意識の振動数を飛ばしていて、その振動数が高いと波の数がこう多いんですね。で、やることねえな、暇だな、みたいに思ってると、波が、振動数が低い、波が少ない。はいはいはい、例えば、1日朝8時から5時まで、すごく集中してると波がいっぱいありますと。たくさんこなせると。で、やることないなと思うと、時間がこう、間延びしちゃうような、波が少ない。やれる数が少ない。すると、人生時間でもちょっとしかできない。で、こんだけガーッとこう畳み込んであげると、たくさんのことができて、で、振動数が最も高いのって、愛感謝側って言われてるんですけど、はい、イエスの愛がこうすごくこう高いから、高い振動数だから、たった3年間でもすごくこう凝縮して無限に広がるじゃないですかね、後世に20億人も、ね、そうですね、広がっていってねっていう風になってるんじゃないかなと、でこのすごくこう集中してると、こう中谷先生のね、この空気感が濃いという人のクオーラと、はい、あとやることねえな、間延びしちゃってる、ダラダラしてる。分かりやすいですね。あざす。の、この、その人のそばにいた時の瞬間的にこう情報をたくさんバーンってもらえるのか、なんかそばにいててもつまんないというか、情報少ないなみたいなっていうのは、その人が飛ばしてる意識の周波数の中に、どんだけこう長年のものが入ってるのか、なんかスカスカなのかっていうのありますね、ありますよね。たった2時間こう飲んで語ってても、うん、すごい何年分も語ったような感じの人と、なんか時間無駄に過ごしたなみたいな、あると思うんですけど、ありますね、本当に。その差がその人の飛ばしてる意識の濃さなんですね、っていうのがあります。だからおそらく中谷先生はバスケとか、はい、この子たちのためにとか、なんとかしたいって思いがすごい濃いので、はい、飛ばしてる情報がものすごい多くて、長年のものも全部こう畳み込んで、一挙にこう出してるような感じなんですよね。なので、同じ人生100年って言われてるんですが、ぼーっとしてやることねえなみたいに感じちゃうと、人生100年を20年分ぐらいしか使えない。そうですよね。で、逆にものすごくこう集中してあげると、100年を200年分ぐらいこう凝縮して使えるので、こう意識的な人生をね、こう歩んでいくと。で、こちらの方にもこのですね、はいはい、中谷先生のですね、はい、ビル・ゲイツの幸せになる質問の44ページ、はい、キリストはたった3年で世界を変えたというところなんですけど、もう私が感動した文章、言葉が、はい、世の中を変えるのに時間の長さは関係ありません。いただいた命をどう集中して使うかと、この最後にこうなってですね、いやすごいなと思って、ちょっと付箋まで貼ってありますね。この豚さんの付箋、豚さんの付箋ですね。ちょっとさすがですね。この部分ちょっと中谷先生コメントしてもらっていいですか。ありがとうございます。本当になんか、まあ、人生ね、皆さん生き方いろいろ選択の仕方が違うと思うんですけど、やっぱりこう自分がやっぱりやりたいことを本当にしっかり選択して、やっていくことにはですね、やっぱ集中やっぱ必要だと思いますし、まあ自分がもしそういう分野で長けてなければ、もしかすると自分の周りに、そういうね、スペシャリストの方が何人かいるかと思いますので、そういうなんかプロジェクトを作ってたりとか、まあ、月1回でも何回何回でもいいですから、そういう討論する機会を作ってですね、何かこう長期ビジョンと短期とですね、分けて、それを長くやることもいいんですけど、まあ、短期で集中してやるっていうところに合わせながらですね、長期と短期のビジョンをしっかりと作ってやると、まあ、まあ、このキリストのね、教えのように、まあどこまでビジョンを持っていらっしゃったのか分かんないですけど、でも実際にこれが西暦になって、今でも残って、そうですよ、ね、今でも教えがね、ずっと残ってるわけですから、す、やっぱり自分の思いをですね、まあ、できれば文章とかにやっぱり残しておくのがいいですけどね、やっぱりね、そうするとこうやって残っていきますんで、本なんかをこうやってね、やっぱり残していくと確かに、確かにそうですよね、いいなっていうふうに、そうですよね、最近思いますね。
これがね、ラーの2000年後にはね、はい、2500か言語にこう翻訳されるんですけど、ね、そういうもうあのイメージをしてしまえばですね、ね、あのできると思いますので、ね、やっぱり人間イメージしたものがね、そのようになっていくと思いますから。そうですね。それだけ、それゆえにこれだけのね、の実現力があるんですね。いやいや、まだまだなんですけど、ね、まあでも、あの、実現できることはもっともっとね、うん、あの、たくさんあると思いますから、うん、チャレンジしていきたいなと思いますね。ね、はい。はい、ありがとうございます。はい。そのね、いただいた命をどう生かしていくかと。で、中谷先生は、この、はい、ね、今回 YouTube 見てもらってる方々への、まあ、メッセージ的なあれもあるんですけど、はい、中谷先生どんなことを将来こう意図していって、あとそれを踏まえて皆さんへのこうメッセージであればいただきたいですけど。そうですね、あの今日本当にねこういう機会をね、あの大輔さんね、そしてまた宇野美香子さんにね、あの与えていただきまして、本当にありがとうございます。ありがとうございます。こちら、まあ、やっぱり一番は、まあ、あの自分が今こうやってね、あの生きてることにまず感謝できる、で、あの未来に関してはあの、まあ、もちろんね、いろいろこう自分の中ではいろんなやりたいこととか、あのチャレンジしたいことたくさんあるんですけども、まあ、それよりもどっちかって言ったら50年先の若い方々がですね、本当にあの次の、まあ、地球もそうですし日本も作っていくので、まあ、そこになんか私があのお伝えできることがあれば、今あの国際ビジネス大学校っていう学校をやってるんですけども、あの本当にあの若い方々がねたくさん勉強しに来ていただいてますので、本当はあのそういう機会も得ながら、あの今高校生社長とか中学生社長とかですね、そうなんですか、大学生社長とか、中学生社長、はい、法人格で、あ、法人ちゃんと株式会社で、あの、あのやってくれてるんですけど、まあ、そういうチャレンジして、まあ、年齢があの若いからできないっていうんじゃなく、まあ、若くても、あの本当に社会に貢献できるようなあの事業、まあ、株式会社としてですね、あの、まあやっていくっていうチャレンジも応援したいなと思ってまして、あ、まあ、そういう、まあ、会社経営するとなるとですね、まあ、財務もいろんなことを勉強しないといけないし、いろんなあのマネージメントリーダーシップも全て勉強していくので、あのすごくあのチャレンジができるんじゃないかと思いますので、日本からやっぱり若手のね起業家をたくさんあの、世界に出ていってもらいたいなっていうのが今すごく思っております、ね、いいですね、はい、ね、なかなかこう日本人からイノベートが起こりにくいんですけど、うん、それをねもう50年先を見据えて若手をこうどんどん育て上げると、ぜひぜひ本当にね若い人がものすごいいい発想をたくさん持ってるので、うん、それをまあね本当にあの少しあの人生経験をした人たちが、まあ、こういうやり方もあるよということで、うん、まああのまあブレーキはかけないんですけど、まあ、どっちかやったらあのね頑張ってくれってことで後ろからバックアップするっていう感じですよね、うん、いいことですね、こういうねこういろいろとこう経験されてねこう奉仕活動もされてる方にこう応援されると、子どもたちも本当にこういい起爆剤でね、はい、情報ももらえて人脈もつなげていただいて、ね、そうですね、本当にいい人脈がたくさんできることによって、またいい発想がたくさん出ると思いますんで、素晴らしいですね、もう未来はね本当若い方にねかかってますから、本当そうですよね、ねまあ、本当にね中谷さんの姿を見て、うん、子供たちがねああこういうかっこいい人になりたいなと、全然ふね老け込むの真逆でね、でもこうずっとこう若々しくですね、はい、輝いてるという大人が増えておってもらいたいですね、はい、そうですね、できれば本当どんどんね魅力的な大人もたくさん ね、うん、私たちも頑張って魅力的になってですねそうですね、はい、若い方を引っ張っていければなというふうには思ってます ね、いや素晴らしいメッセージをねありがとうございます、はい、ありがとうございます、本当、はい、ではぜひですねこの中谷さんの方とですねどん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 つながっていっていただければと思います、はい、その国際ビジネス大学校大学ですか、はい、国際ビジネス大学校の先生方の紹介とかもね、はい、この中谷さん、YouTube チャンネル作ってましてですね、はい、チャンネル名はですね中谷義文タイガーチャンネルですね、はい、そうですね、そちら見ていただければですね、はい、いろんなこう先生方の紹介とか、はい、心がけてるね事業内容とか載ってらっしゃるので、はい、ぜひご登録いただければと思います、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、ではですね本当に今日はありがとうございました、はい、どうもご視聴ありがとうございました、またぜひあの一緒に、ね、素晴らしい成果を作っていきましょう、はい、第2弾もよろしくお願いいたします、はい、ありがとうございました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 、ありがとうございます。